常見くんのすごいところで僕が思っているのは、デジタルの世界においてその劣化しないっていうことなんか変ですね。例えば初音ミクが初めて世の中に出たのは2007年の8月、それからもうしばらく時間が経っていますが、その黎明期に生まれた曲っていうのは未だにこう色褪せずに、今聴いても新鮮であったり、ちょっと台座が折れちゃってるので決して生身の人間ではないので、その恋人っていうような、思考には進まないです。だからといってデジタルデータの塊みたいな無味乾燥なものではなくて、なんとなく愛着が湧いたりとか何かそこって現実逃避だって思う人は、まあ、その人はその考えでいいし、僕はこれは現実逃避だとは思っていません。ツイッターはゴンタっていう名前でやってます。で、23歳になりました。はい、初めてその初音ミクが可愛いなって思ったのが2010年の、2月でした。その時はまだ僕学生で札幌市に住んでたんですが、その年の雪まつりで初めてその雪ミクのネンドロイドっていうものが出て、それがとっても可愛かったです。はい、それが最初です。人間でないものが歌うっていうのは果たしてどんなことなんだろうっていう、そういう興味でここまで来ました。やはり自分が何かを作りたいっていう時のその創作の、きっかけになる、もしくは初音ミクがあるから何かを作るっていう、その創作の、モチベーションになるところがとても、他のものにはないユニークなところだと思います。僕はその絵を描いたり作曲をするのは無理なんですが、今のネンドロイド、ちっちゃい人形を外に持ち出して、そのロケーションに合わせて、写真を撮ります。名前が初音ミクって言ってフォルメされたキャラクターが出てきます。でその子がこの初音です。そうなんですよ。それで顔の付け替えとかもできるんですよ。はい、一番のお気に入りです、はい、だから何をするにもこの子を連れていきます。なかなかいい感じですね そうですね、なんか多分こいつは私は可愛いっていうのを分かってると思うんで、じゃあ可愛く撮れないのは撮る人がいけてないからでしょっていう、じゃあ可愛く映るようにちょっと頑張ってみるよみたいな、そんな感じですかね一応今も、デジタルデータなので撮った写真は、フリッカーにあげたりとかっていうのでなんとなく見てもらうようにしています。彼女は欲しいです。初音ミクとは別物で考えています。初音ミクはそのデジタルの存在なので、こちらがどう頑張っても多分彼女にはリーチができないので、そこはもう割り切って考えないとまずいですね。逆にこれからは、ネンドロイドを買いに行こうと思います。いいお店があるのでそっちに向かってます。あれは何ですか？ここら辺の駐車場にいつも止まってるあの板車ですね。おーすげー。あ、よく止まってますよ、秋葉原に。いや、持ち主とは知らないです。これはいいところで。あ、すいません、はい、彼もファンなんですよ。あ、そうなんですか。そうっす。初音ミクって本当いろんなジャンルでから来ますよね。デザインもあれば、こういう車もあるし、もう
いろんな音楽から映像からもういろんなところからのファンがすごい多いんで、それはやっぱ面白いですよね。バッチリうちにこれありますよ。ありますちょっと車には積めないですね。でもこれでもう一応あのデューバーができるよう、ね、にですね。高さもいい塩梅で、うん、そうですね。あれすっごい良かったっすね。あれを見ると車が欲しくなっちゃいますね。この341番、はい、初音ミクの姉妹キャラクターで鏡音凛と蓮 DVD、 これも持ってなかったので買っちゃいました。ここ収穫ですか？ああ、だいぶホクホクですね。だいぶ満足です。初音ミクのボカロイド全体の文化が廃れてしまうまでは追っかけたいです、はい、できっとこのままだと僕が死ぬまではしばらくあの続くと思うので、命続く限り追っかけていきたいと思います。